水戸市立女子専門学校は1947年4月に設立された公立の旧制専門学校。水戸市立高等女学校の県立移管を前に専攻科を分離、昇格させることにより旧制女子専門学校を設立した。旧制女性としては1952年までの存続とし、その間にジュニアカレッジ程度にレベルアップを図る予定であった。 女性への入学者は、募集定員に対して極端に少なく、見戸しの負担が課題であった。申請短期大学が制度化されたため、1950年度に短大昇格申請を行ったが、市の財政状況が許さず、申請は断念することになった。申請茨城大学への合流、茨城県への移管も、結局できず、女性は廃校の日を迎えた。 水都市あたご町の旧陸軍第42部隊跡で発足し、廃止まで同地を使用した。各書籍の詳細は関連書籍を参照。茨城県立三都第三高等学校80年の奇跡による。茨城県教育史272ページから273ページは1946年のこととしている。水都市。 下巻226ページから227ページによれば、1949年度は、本科に3年生の募集に対して入学者3名、別科入学者26名で、本科在学者は合計で86名、講師以上の教員26名だったとしている。1951年度は、在学者41名、専任教員15名、兼任教員7名だったとしている。 短期大学審査状況 P6 より、2021年6月26日確認。文部科学省図書館資料検索より、短期大学審査状況で検索すれば確認できる。三戸市主義館は、第47部隊跡、茨城県大百科事典は、公平第14大隊跡、三戸市教育委員会サイト参照は、第42部隊跡としている。 母体となった水戸市立高等女学校は、当時第37部隊跡や、第42部隊跡を仮コーチとしていた。水戸市立女子短期大学に関するカテゴリー。ありがとうございます。